もし制約なく GT-R をデザインしたらというコンセプトに基づく点々カスタムカーやチューニングされた車から大手メーカーのコンセプトモデルまで多岐にわたるモデルが参加する世界で最も大規模なカスタムカーのイベント東京オートサロン2024が2024年1月12日から14日まで 千葉市三浜区の幕張メッセで開催されます。過去のイベントでの注目点として、2020年の東京オートサロンで日産が展示した GT-R、そして世界にわずか50台しか存在しない、特別な日産 GT-R50 倍イタルデザイン、イタルデザインが挙げられます。2018年に披露された日産 GT、 R50 by イタルデザイン通称 GT R50 は GT R とイタルデザインの双方が50年の歴史を祝うコラボレーションモデルとして登場しましたこのモデルはコンセプトカーではなく50周年を記念して限定50台が実際に市場に登場していますこのモデルは R35 型 GT R-NISMO をベースにしており、外観は日産のデザイナーが、その他の要素はイタルデザインが手掛けました。パワートレインは GT3 レーシングカーからの技術を取り入れており、720PS の最高出力と 780NM のトルクを発揮します。さらに、ビルシュタインやブレンボ製の特別な部品が使用されています。 日本市場への供給は10台のみと非常に限られており、それぞれが日本で組み立てられた後、イタリアのイタルデザイン工房で再度組み立てられるとされています。この手間暇かかったプロセスにより、価格は約1億5000万円に上ります。また、購入者はカスタマイズのオプションも、豊富に利用でき、各社は オンリーワンの存在となります。2021年には日産クロッシングでの展示が行われ、一部の車両は中古市場にも出回っています。そのため幸運なことに実際に目にすることも可能かもしれません。